ゴルフキンと村田、試合決められそうですよど、っちが勝つと思いますか僕はゴルフキン優位だと思いますけど、村田選手もチャンスあると思いますどうなんだろうね、本当ゴルフキンももう年だから、村田くん、まあまあでも村田くんもまあまあ年か。ゴルフキンの方が強い気がするけど、ボクシングは絶対ゴルフキンの方が上手いと思うけど、村田くんがすっごいトレーニングして、あの、左手伸ばして右ゴーンっていうやつで追い詰めて、もう一発ゴーンが当たったら、ゴルフキンだって、 ねえ。どうしようもないことはないから、どうにも、なんにも聞かないことはないだろうから、そこを押し切れるか、ゴロフキンがそれをさらりといなして、ゴンゴン打ってきたら、村田くんも危ないかもと思うし、だからもうわかんない。なんか、どっちが強いんだろう。って。うん。でも最近村田くんも試合してないから、どうなんだろうな。見てみたいよね。レジェンドとやるところを。 負けたって全然傷つかないじゃん。今さらさ、なんかもうどんどんそういうレジェンドといっぱい試合してほしいよね。ゴロフキンとかカネロとかさ、あの辺と負けてもいいからガンガン打ち合ってやる試合やったらスーパースターになるけどな。負けてもスターだと思うんだけど。なんか負けることをやっぱり、ね、良しとしない日本の文化あるよね。 でも、パッキャンなんかさ、負けて、ボカーンと KO されてもさ、その後また勝ってとかさ、スーパースターじゃん。それ負けないのだけがスーパースターじゃないと思うんだよな。勝ちたかったら登録しとけ。